県道番号表示東京都道、神奈川県道48号単野国相模原線は東京都町田市相原町から神奈川県相模原市南区東間に至る主要地方道に指定された都県道である。なお、単野国とは起点である町田市相原町の小技である。起点の大戸交差点から城山方面。都県境が交差点からわずかな距離にあり、 神奈川県の標識も見ることができる川尻交差点。国道413号線と交差する。右正面は県道48号線、起点方向全長 12.9km。ただし、都道部分は1 3 1メートルしかない。旧相模原市域を南北に貫く一番西側の道、国道16号、916号であり。 町田街道も含めこれらの道すべてが16号の迂回路線になっているが、この道は比較的空いている傾向がある。かつては相模原土木事務所管内の主要地報道だったため、神奈川県道53号を名乗ったが後に変更された。上田名で神奈川県道54号と交差する神奈川県道48号。中央区は田名バスターミナルである。 ありがとうございます。